はい、どうもプロデューサーの皆さんお疲れさんです。とあるデレマス声優さんと誕生日が同じサカポンです。いやね、ねちょっとね、昨日 ね今まで投稿したちょっと数少ない動画ですけど、ちょっと見直してたんですけど、ちょっと堅苦しいなぁ思って、ちょっとラフに、できるだけラフに喋っていこうかなって今後は思いましてね。実はね、私もちょっと真面目に喋りすぎると敬語になって標準語になっちゃうんすわ。ほんまね。だからね、今ちょっと関西弁の方出てると思いますけど、ラフな喋り方するとこうなっちゃうんすわね。ちょっとだからね、できるだけちょっとラフな喋り方で今後は実況動画撮っていこうかなと思います。あ、でもね、自然と敬語になっちゃうかもしれません。それ私の性格も関係するんで。でね、昨日は ね運が良くてね、キラリ手に入れましたけど、ちょっとアイドルショー今回のとこ見てもらいましょうか。ユニットの編成や、はい、これ私の、まあアイドル一覧なんですけど、実はね、同じアイドルでフェス限や限定および工場2人以上持ってる、同じアイドルで2つのタイプ以上持ってる子っていうのは今までトトケしかいなかったのよ。このプライベートメイド、これフェス限のトトケンですね、とカップオブラブ、トトケアイリ、これ通常のアイリです、工場のアイリですね。でこれがパンプキンパーティー、この前復刻で手に入れましたトトケンです。他のアイドルは限定かが、工場のアイドルしかいなかったんですね。そんな中なんですけどね、ですね、昨日のガシャのおかげで、こちら工場のキラリちゃんですね。ハピーハピーワンダーランドフェスのキラリちゃん、つまり私の中で初めてトトキン以外で、2タイプのSS レアが来た子っていうのはキラリが初めてなんですよ。まあそんなしょうもないことなんですけどね、私の中ではちょっと嬉しいことなんですよね。それで私ね、ちょっとゲームでちょっと変なポリシーっていうのがありましてね、できるだけリフトアイテム使わずにアイドルの新アイドルを上げていきたいって考えとる人なんですよ。だからキラリもね、あんま新アイドルがギャッと上げてないんですよ。できるだけライブでプレイして新アイドルを上げようとしてるんですよ。だからすごい私の場合、新アイドルが上がるのが遅いんですよね。一度に、しかも新規の子が一度に何人も来ると余計上がりにくくなるから、ライブしても、まあ何言ってんだろうって思いますわ自分でも。でもね、まあただね、新規の子が多すぎるとあまりにも時間かかっちゃうんで、要はね、そういう時はね、まあええわと思ってギフトアイテム使っちゃうんですけどね。今月はね、結構ね、新規の子が多いんすわね。だからまあいつもよりギフト使ってるって感じです。はい、まあそんな無駄話ばっかしてもしゃあないんで、ガシャの方行きますね。
では六十ヶ社の方から行ってまいりますわ。ほんま、ほんまね。うん、まあこれで来ることはないしでしょうね。うん、うん、では行きます。ボードは入らないですね。やっぱり、やっぱ白封筒です。はい、今日は、あ、キラリですね。昨日 SS レア来てくれました。うん、にょわーって感じ。うわさーてね、では10連の方引いていきたいと思います。まあね、3日もね、奇跡ってなかなか起きない。うん、ロード入った青ですね。青、安定の青。あ、 SS レア来ないね、やっぱり。緑さん、うん、あ、フレちゃんね。うん、フレちゃん、もうこの子見た目は外国人なのに日本に長く住んじゃってて、で、まあこの子ハーフですよね。日本語しか喋れないという、あ、まあよう、そう言うたら確かキャッシーもそうですよね。にほとんど英語が喋れないという。そうですわ。あ、ミオちゃん、うん、私ね結構車好きなんでこの子と趣味合うなって思うんですよ。うん、なあ、うん、そういう、あ、軍曹来た。あ、もうすでに持ってる子だな。でもロード入ったから新規の子来てもいいと思うんやけどね、なかなか。あ、エミハン、エミハンね。なんかね、この子のように関西弁喋るキャラクターって結構多いと思うんですよ、他のアニメとかでも。やっぱ方言としてはメジャーなんかな、関西弁。うん、うちが喋っとね、関西弁ってね、こってこての大阪弁とちゃうからね、マイルドかもしれませんわ、関西弁としては。サナちゃんやね。うん、まあこの子はゲーム好きっていう意味では結構いろんな人と仲良くなれるよね。うん、あ、シボリンね。うん、ナナさん、永遠の17歳。あ、カレンね。うん、さて、いやわ、あ、雪乃さんか。雪乃さんが今回新規の S レアっていうことになりますね。うん、ああ、うん、雪乃さんでしたね、今回の新規は。うん、でね、ガシャの方なんですけど、明日も無料で回せるんですけど、ちょうど明日ね、ねえ、3時から、昼の3時から、こちらフェスの方が更新になりましてね、ね、新しいガシャに切り替わるんですよ。私、新しいガシャの方を回したいんで、まあ、フェスは今回で終了という形になります。なんか、美課金なんだから、せっかくだから、SS レア2倍回せばいいやんって思う時もあるんやけども、もう、やっぱり、フェスはフェス、新規は新規で、やっぱり更新されたら回したいっていうのがうちのほんまの気持ちなんですよ。だからもう SS レア混んでもええから新規回したい。うん、それだけなんすわ。うん、ということで明日は動画撮りがちょっと昼過ぎになりそうですね。うん、まあ今日は何言ってんのかよう分からん。
動画になっちゃったかもしれません。まあもしよろしければ、まあまあ、この動画見てくれた方、感想とか一応書いてくれたら嬉しいですわ。うん、あとね、チャンネル登録してくれたらほんま嬉しいです。ほんまね、ほんまそれだけですわ。視聴者が増えることを願いつつ、次の動画でお会いしましょう。サカポンでした。